お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、このロイホグデッキを使っていこうかなと思います。で、今までね、ハンターだった枠がスケドラに変わり、まあ、そんな感じですかね。そんぐらい。で、まあこのデッキはね、ウルトラがないので、非常に組みやすいのではないかなと思います。まあ、レアなユニレベ集めるの大変ですが、皆さんぜひ使ってみて、欲しいところでございます。まあこのデッキあれですね、ちょっと今増えてるんですけど、僕がグローバル大会で負けた相手のデッキでもありますね。よろしく。まあ高回転かつ火力が高いデッキですね。これなんで大型に結構強いですね。まあラバーどうだろうね。箱があるんですけど、ハンターがスケドラになったことによって火力自体はね、ラバーへの火力自体はそこまで高くないと。まあ、言ったところで、さあ、タギを取りつつね、クエイクで壊していきます。相手は、迫撃ですが、迫撃クエイクでしたね。ホグだな、じゃあ。ホグ、わかんにゃいね。あれは箱落としつつ、さあ、相手のデッキはわからない。トリトン、さあ、安牌スケドラを出していくんですが、このデッキね、セパがめっちゃできますね。ババセパ、ロイホグセパ、スケドラセパみたいな。とりあえずセパしとくと、なんとなく戦えるかもしれませんと。ザピア久しぶりに見たな、ザピア。多分、ザッピーのことをザピアって呼ぶの、多分この世に僕しかいないんですけど、ちょっとよダメージが痛いですが、まあ、こっからですね、ホバとザッピアン、ババセパからの、ババセパがね、結構大事ですね。ゴレとかジャイに対しては、まあ、ババ防衛で使うんでしないんですけど、それ以外の相手に対して、結構ババセパすると、両サイド自然に攻めれて、なんかね、意外と、こう、なんか強いって感じですね。攻めで、ババは防衛だけのカードみたいな、こう思われがちですけど、結構攻めでね、大活躍してくれることも、時にはありますね。よいしょ。さあ、こんな感じで、ババがあんまり溶けずに、みたいな思ってたんですけど、綺麗な防衛をされています。とりあえず、ババセパー。で、これは箱落としますか。箱のタイミングがちょっと難しい。まあ、ですが、さあ、これですね。もう本当に、セパセパセパで、で、どうせって言ったらあれですけど、真ん中にね、迫撃来るんで、クエイクまで打ちたいところではあるんですけど。あ、待って、やべ、空振った。エイムのセンスがねえな。さあさあ。いや待って。ザッピー硬くね？ザッピーが非常に硬い事件が、発生しています。いや、強っ！今の見た？ロケ砲、エイム良すぎん？どうした？っていうぐらい。さあ。ここからちょっと難しいですね。なんか、ホバが嫌ん。ホバがエッチですね、なんか。まあ、ですが、またロイグセパして、これを繰り返しとけば、僕がどっちかを削り勝てそうで、右側にシフトチェンジしようかな。でも相手クエイクだからな。まあ、ババが刺さります。気づけばババが刺さります。そう、このデッキはババが刺さるデッキでございますと。さあ、これデリバリー落として、これはもうペースが来ましたね。なんならもう一旦ババお休みして、ウッドもないので、ゴリゴリのゴリちゃん。さあ、ゴリゴリのゴリちゃんで、胞子は生き残り？さあ、解けない。スケドラがね、クエイク相手だとめちゃくちゃ活躍するよ、と、めったところで、これ結構デッキパワーデッキだと思ってますね。僕、よくデッキ強いやつ動画に出すんですけど、てか基本的にこう、まあ強いやつしかね、動画には紹介しないんですけど、まあその中でもね、結構トップレベルにね、デッキパワーあるんじゃないかなっていうのをね、いつも言ってます。いつも言ってるんですけど、本当にね、こう万能で強いと思うんで、ぜひね、使っていただきたいですね。さあ、スケで囲み、一応ね、ニアドを無駄にしたくないので、ロイフ飛ばしていきます。さあ、プリンスディガーなので、テンゴットかな？ジャイプリかな？ジャイプリか？これはデリバリー落として、さあ、からの？一回待ちますか。まあ、ファイブ枯渇ですよね。スケドラファイブでワンパンされちゃうんですけど、ババも、
あいつもいるんでね。ババも。うわー、なんかすげえ厄介な来た。あ、環境のロイジェですね。これ今めっちゃ流行ってるんですね、このロイジェ。いやー、待って、俺のヒスピどっか行った。いや、出た。このロイジェやばいっすね。今ね、もうこれしかいないじゃんっていうぐらい、このロイジェ増えてて、動画に出そうかと思ったんですけど、他の YouTuber も出しそうだなと思って、一旦まだ出してないんですけど、勝ちたいですが、ウッドじゃなくて箱なのが、相手の、あれですね。で、デリバリーじゃねえ。ロイジェノックバックできないっていうのがちょっと辛いですね。やーべえな、これ。これ一回もう5打たれていい。これやべえな。やべえな。これやべえな。やべえな、これ。うん、ちょっと下手だったな、俺が。まあ、ですが、まだこっから戦えるんじゃないかな。ロケホウッド、プリンスウッドからの、ハシマイロイジャイディガーですね。なので、同際勝負すると僕は詰みます。なので、逆サイ行って、相手はファイブウッド、ロケホウディガーですね。いやー、これも防衛がうまいですね。で、ハシマイロイ来て、後ろになんか厄介なのいるから、全然攻めれなくて。あ、で、このスケドラステッパーしないと良くないですね、マジ。固めると、マジでね、しんどい。ファイボで終わっちゃう。で、ウッドでも終わっちゃう。あ、スケダル残って。あーん。ん？待って、ワンチャンある。あれ。やるぞ、これ。来たんじゃない？入れ、入れ。豚？来た！さからの？いや、めっちゃいい試合。さあ、あと1600。これ真ん中ババさえ構えて、次一回ディガーのターンかな。スケドラセパからの、これ、ロイ来て真ん中ファイブドカーンとか来たらすげえなえるな。てか、読みファイブワンチャンありますけどね、こんな。やめて！やめて！来た！ファイブ打った！ってことは？あ、なんかババ残ってる。これで、エレキ？回復して、これでロケ砲でダメージ与えて、俺の勝ち。はい、俺の勝ち。やば、なんか言ってみたけど性格悪っと思ったな。さあ、いい感じでございますね。正直、諦めムードを漂っていましたが、まあ、その中でもね、勝てますよと。言ったところで、スケドラ僕なんかあんまセパしてないですね。なんか、セパしてないな。セパした方が強いのかな、どうなんだろう。なんか、個人的に火力がちょっと落ちるじゃないですか。セパしなかったら。それはね、あんま好きじゃない。まあ、けど、まあ、ババセパ、スケドラセパ、ロイホグセパも、安牌で強いかなとは思いますね。まあ、こういう時とかね、やば。読まれてたかもしれないかのような俺のスケドラが。あ、俺のスケドラが行っちゃった。やばい。痛い痛い痛い。なんだこれ。これは箱で。もう箱でほぼ完封ですね。まあ、箱はスケラに優秀で、このロケ砲の前にロイホグをつけたいんですけど、こういうロケ砲どっち行くかわかんないんでね。お前、今絶対左行くムーブしてたやんけ。さあ、からの？これもクエクっていいな。で、遅延効果でロイホグ殴る。オッケー、ナイス。あ、だめっちゃ俺のがダメージ受けてんじゃん。なんで？なんで？めっちゃダメージ受けてんじゃん。本当になんで？さあさあさあ、攻撃移動されますかね。ロイホグデッキあんまね、こう、まあ、ロケホが入ってるんでしょうがないっちゃしょうがないんですけど、できるだけ前半にキング起動されると後半なかなか削れなくなってしんどいですね。キング起動の重み、僕そんな大したことないことだと思ってたんですけど、キング起動めっちゃ大事ですね。本当に序盤に簡単にキング起動されるだけで、全然後半削れなくなるんでね。気をつけた方がいいですね。ちょっとここは、ダメージ稼ぎつつ相手のマスケットを処理したいなという感じでございますと。スケドラスケラ、スケドラスケドラ。スケドラはスケラにも防衛として優秀ですね。で、これは箱からのロケ砲と、いや、めっちゃいい。ロケ砲こっちおいで。ああ、めっちゃ迷子。めっちゃ迷子なんだよな。
いや、こっち攻めたくないですよね。まあいいや。箱をヒースピで振る回復して、うん、いや左攻めてえけど、これ右攻めろって言われてますよね。なんかどうしたらいいんだこれ。さあ、もう知ってましたと言わんばかりに、え、これちょっとやべえかな。え、危ねえ危ねえ、消えれタイル。なんか右行ったり左行ったりちょっともったいないですが、もう左に固定します。はい、左固定で、もうあの別にスケドル食べた瞬間にババ出して、あと全部ババ、まあスケドルでも何でもいいんですけど、こう出して攻めとけばさすがにこれはもう勝ちですね、正直で。気持ちヒースピ添えて、さあ来ました。これだとポイズン打ったら相手コースなくてね、苦しいでしょ。微妙に3-1ぐらいに数をいじり、あれ3-1セーブできてない。うん、ってことは、あ、なんでロケホそっち行った、お前。お、マジで自由人だな。鎖骨しつつ、これ左側もちょっと警戒ですね。なのでスケドラセパで、いや仲良しかて、本当にこれ行っちゃっていいですね。今スケドラ来てもいいし、スイースピ添えてガチガチヤマン。いや強えな、ロイフグ。マジでロイフグっていうカード大好きですね、本当に。あ、これ左サイドに来るかな、ワンちゃん。うん、そんな気配はありましたね。よいしょ。いや、ですが、箱も強いと。で、困った時には、もう、ババで。やばい、待って、待って、やばい、待って、待って、待って、やばい、竹がいねえ。危ねえ、危ねえ。危ねえ。グエイクって、落ちそうですね。決してね、遅延煽りをしているわけでは、ございません。まあこんな感じ。結構まあスクリーン相性いいのかな、わかんないですけど、ロイフグ飛ばすタイミングもさっきの試合をこう見てもらえたらね、大体わかると思うんですけど、スケラを打った瞬間って僕ユニットで防衛するじゃないですか。ってことはスケラ側は攻めポイズン打つじゃないですか。ってことはスケラプラスのポイズン9コストを相手は攻めで使うわけなんですよ、スケラ打つタイミングって。じゃないとスケラだけ打って攻めポイズンを打たないと、言ったらこう逆に美味しくね、ユニットで防衛されると言ったことに、ね、なるわけなんですよ。ということはその瞬間に攻めちゃえばいいんですよね、っていうのをさっきの試合でこうちょっとね、覚えてもらえたらいいかなと思います。ですので、まあ、対スケラとか、まあ、他のデッキにもよる、デッキもなんですけど、基本的に。相手が攻めてきたタイミングで、こっちもね、攻めるっていうのが大事になってきます。スケラが、ティリリーンってね、スケラのね、こう、出てきた瞬間に、例えば、ホグ飛ばすとか、ロイフグ飛ばすと、相手は、うわ、やべえ、防衛しなきゃってなって防衛してくれると、こっちのね、スケラを、相手が打ったスケラを簡単にね、防衛できますし、逆にまあ、そこでポイズン打ってきてくれたら、君コストなくて止まんないよね、みたいな感じで、まあ、ダメージも入ると、まあ、言ったところで、相手がね、スケラとなし打ってきた瞬間っていうのが、非常に大事になってきますね。よいしょ。さあ、ここは耐えます。で、今回クロスなんですけど、クエイクってクロスに相性いいのはいいんですけど、もう一枚のスペルなんですよね、これ。このクエイク箱だと、なんなら相性悪いというのはね、正直、訴えたいですね。クエイクプラスのタルとかウッドとか、クロスに対してダメージ与えるやつがないと、壊せないんですよね。しかも、回転がちょっと速くて、なかなかね、ついていくので、おぶねえ。やんちゃだな。いや、ちょっとびっくりしたな。いや、そうなんですよ。なかなかね、クロスにね、相性いいように見えて、そこまでなんですよ。いや、スケベドローお前、ナイスすぎん？これだって勝ったよ、勝ったよ。ウッド使って終わり。相手5ウッドっすもんね。ラッキー。相手が、もう、俺、めちゃくちゃすごいよっていうのをね、相手がしょっぱなしたら出してくれましたね。まあ、ババをどっか、めっちゃ高い位置か、ここのね、低い位置の2択だったんで、まあ、2択たまたま買わせたみたいなとこありますね。やばやりますね。あれ今度は、キングラに僕がスケドラをセパレートする読みファイバーみたいなね、ことを言っとくとさすがに、ね、失礼なので、グッドゲームと言ってきましょう。ってなわけで、まあ、勝ったんですけどね。本当に、相性っていうのがね、
こうなんかね、見た目だと絶対こっちの方が相性いいのに実際はこっちの方が相性いいとかね、よくあるんでね。はい、そういうのもね、ちょっとまたいろいろね説明できたらいいかなと思います。豆腐はリア友ですね。どんまいというわけで、このねロイホグよければ使ってみてくださいというわけで終わります。お疲れちゃんでした。またね。